皆さんこんばんは。お待たせしました。ライブ配信始めていきたいと思います。本日も博多のホテルからお届けしております。南西深夜2時なもんで、しかもビジネスホテルね、意外とね隣の部屋の音が聞こえるっていうことで、ちょっとね小声でやっていきたいと思いますが、どっから行けばいいんだ。これはまだ始まってないのかな。あ、これですね。さあ、うまくストリーミングできるか。あ、いけそうですね。もうすでにオープニング映像が始まっております。このね漏れ聞こえてる音で、イベントのスタートを感じてください。今のところ回線も大丈夫そうですね。で、今日はアップルの、まあ、毎年9月恒例の、新製品発表会ということで、まあ、新型の iPhone が発表されるっていうのが、まあ、毎年一番の目玉だったりするんですけれども、僕はですね、今この配信で使ってる iPhone X、昨年購入してますので、まあ、今年はちょっと買い替えの年ではないんですね。なので iPhone はあまり興味がありません。なんか新色が出るとかね、いろんな噂あるみたいなんですけど、僕はね今回一番注目してるのが Apple Watch です。 Apple Watch と AirPods のアップデート。あ、来たね。ティム・クックでしたっけ。来ました、来ました。現地の音声でどれぐらいわかるかっていうところなんですけど、まあそのアップルのこの発表会の演説プレゼンテーションっていうのはものすごく分かりやすい英語で話してくれるんで、でそのドヤっていうのはすごく分かりやすいので、まあ僕でも聞き取れるかなと思うんですが、一応ですねGizmodo Japan というサイトのテキスト速報みたいなものも一緒に開きながらやっていきたいなと思っております。でしばらくはね、自慢話が続くのでこの辺は無視していいでしょう。あのアップルってこんなにすごいんだよとか、業績これぐらいあったよみたいな話をね、あの延々するので、でそのなんか新しいストア作ったよとか、あ、なんか言ってんな。あ、何個売りましたよみたいな自慢ですね。まあ、まあ、なんだかんだ言って自慢ですよ。結局最初の10分ぐらいはもう延々自慢です。あ、来た来た来た。あ、アップルウォッチのこと言ってますね。まずアップルウォッチから発表して iPhone は最後に取っとくみたいな、そういう感じですかね。僕なんでアップルウォッチちょっと気になってるかっていうと、今あの東京マラソン走るぞっていう企画、スタートさせてまして、ランニングのともにねアップルウォッチいいんじゃねえかという、まあお金が使いたいわけですよね。結局ね買い物って楽しいじゃんっていう話で、アップルウォッチちょっとまあその何いろいろね理由を作って買いたいみたいなねところがちょっとあります。なんかアップルウォッチすごくなったよって話してますね。心拍数を測ってますけどちょっと新しくなりますせみたいな、ネクストレベル、ネクストジェネレーションアップルウォッチっつってますね。アップルウォッチのビデオがスタートしそうです。これ気になりますね。えらい大層なムービーが流れております。でブワーッブワー、文字盤が燃えてる。ギャー、相変わらずかっこいいなアップルの。うわー、かっこよく映す。あ、なるほどね、文字盤のところに心拍数とかいろんなデータが表示されるようになったっていうことみたいですね。多分、なるほどね、シンプルだけどすごい改良だよっていう
なんかそんなようなことを言ってたと思います。It's just beautiful. とりあえず美しいぜと。で、ディスプレイがの表示面積が大きくなったと言っております。で、これ噂通りですけど、本体のサイズがちょっと変わりました。ちょっと大きくなりました。まあその トップ画面っていうか。まあ、表示板のところに自分でカスタマイズしていろんなアプリの、簡易的な表示を持ってこれるよっていうことですね。全部で8つかな。こう四隅と真ん中4つ、スポーツ中継の結果とかも表示させられると、まあ、あとはスケジュールとかね、何時の飛行機乗らなきゃいけないよとかっていうスケジュールをトップ画面に大きく表示させたり、なんか盛り上がってないな。僕はね、今は Apple Watch 持ってないです。いや、ちょっとこれを機にね、そろそろ買おうかなみたいなね。文字盤の表示がなんかすごい綺麗になったよっていうのを永遠自慢してますね。動画っていうか動的な文字盤になったよという話ですね。かっこいいでしょって。あんまりね、会場盛り上がってないですね。もうなんかでもアップルウォッチまで買ったらね、アップル製品にどんだけ金使ってんだっていうね。 iPhone X がねちょっと高すぎたわ。ぶっちゃけあんまり気に入ってないっす iPhone X。まあ、別に機能的には全然不満はないんですけど、とにかく高い。スピーカーもマイクも良くなったよという話をしております。まあ僕電話しないんでね、そこはあんまりって感じなんですけど、まあ当然中の CPU っていうのは賢くなってますよという、今までよりも2倍速いよという話ですが、ここでまたストリーミングが止まってしまいました。いや、アプローチ欲しいな。多分5万円ぐらいですかね、今までの感じで値段を予想すると。そんな大幅に値上げはしてこないだろうから、まあ5万円くらいですかね。高いよな。 iPad も買ったしな。 iPad も一応ね、今のこの仕事ではね、割と本格的に使い始めてるんですけど、にしてもね、全然使い切れてないので、なんだかなって感じですよね。思うツボですね。なんか買ったら楽しそうっていう、もうその楽しそう感が全てですよね、アップルは。どういうこと？何？ちょっと今の分かんなかったですね。とりあえず拍手はしてるけど、ちょっと無理やりっぽいな。なんか体の動きを感知するってこと？道です。ずっこけたりとかした時にアップルウォッチがその動きを感知して、あの緊急 SOS とかを出してくれるっていう、そういう話ですね。いらねえいらねえな。でもやっぱその高齢者とか向けの話とかもずっと今までアップルしてきたので、そういうなんかその介護とかそういう方面でおじいちゃんおばあちゃんにアップルウォッチとりあえずつけさせておいたら、どっかフラフラしても GPS でわかるしみたいな、でずっこけた時とかわかるしみたいな感じですかね。あとはとりあえず緊急 SOS の出し方だけ覚えさせとけば、なんか困ったことがあったら呼んでねみたいなね、あのそういうことは意識としてはあるのかもしれないですね。ひっくり返ったり落っこちたりとか滑ったりとかっていうモーションを
感知するみたいです、アップルウォッチが。あとはそのなんか心拍数がおかしくなったらあれしてくれるとか、いやとにかくその健康管理のツールとしての進化っていうのがすごいと。うん、なんかそのちょっと しんどそうだから病院行ったらみたいなことをアップルウォッチが言ってくれるみたいな、そういうことですかね。だから時計っていうよりもやっぱりその健康管理の、なんだこれ、すげえ盛り上がってるけど、エレクトロカーディオグラム、エレクトロカーディオグラム。まあだからアップルが今何に一番力を入れてるかっていうか、その新しいことを何でやってるかっていうと、やっぱアップルウォッチなんでしょうね。だから意地でも続けるぞっていうことなんでしょうね。浸透するまでそこに乗っけるぞっていう力を。英語わかるんですかって、なんとなくですね。やっぱこういうその専門的な話って専門用語が多くなってくるんで結構わかるんですよね。こうそのものに対しての知識がある程度あれば、大体どういうことが話されるっていうその予測もできるし、なんかその心拍の、あ、心電図か、心電図出せるってこと、すげえな。でもこれこんだけ機能が良くなったら結構高くなる可能性あるな。そのシリーズ3も継続して販売してちょっと値下げして、そっちをで新しい方は6万円ぐらい、もっと高くなる可能性もあるかもな。ちょっとすごいな、なんか進化の方向がちょっと想像してない方向に行ってるな。やっぱその健康管理っていうところすごい、なるほどね。なんかアメリカの健康管理団体みたいな人が出てきてるのかな。これ心電図乗せたのがすごいんだぜっていう話をしてますね。ゲームチェンジングとか言ってるな多分。ちょっと英語わかんなくなってきた。でもなんか大したことは言ってなさそう、すごいよっていう話ですね多分。そんなざっくりとしたに理解の仕方あるかっていうところではありますけど、なんかそういう団体の人がいっぱい出てくるみたいですね。そういう感じだな。 FDA ってなんだろう、アメリカ食品医薬品局、なんかその認可もらいましたよとかそういうことかな。すごい。だからその文字盤の表示ってか画像がわーって動くっていう、まあスクリーンセーバーみたいな感じ、それがなんかすごいかっこいいだろうっていうことをめっちゃ言ってますね。今までみたいにミッキーの文字盤にできますよイエーイみたいな、そういうことじゃなくて、アップルがかっこいいやつ用意してるからこれ使えみたいなね、そういう感じじゃないかな。アップルウォッチ使うとね、iPhone の撮影のリモコンとかになったりするんですよね。それちょっと地味に楽かなみたいなね。あ、そろそろ値段言うかも。いやー、いくらぐらいかな、7ドルぐらい、なてか7万ぐらいいっちゃいそうだな。セルラー版で7万ぐらい。バッテリーライフ、これ大事ですね。18時間、結局やっぱ1日に1回は充電してくださいねっていうことですね。なんかいろいろ環境に優しいアピールを最後にして、いつもの流れですね。 CM 映像かなんか流すのかな最後に。あ、違うわ、ジョニーアイブね、出た出た。これ毎回このジョニーアイブのプレゼン映像を関西弁で翻訳してアップしてる人いますよね。あれ僕好きなんですけど、最初にやった人が勝ちっていう感じですよね。あれ面白い。 35% も大きいんやで、どやすごいやろみたいな、そういう翻訳をする、ね、動画があるんですけど、あれ好きなんですよね。なんかダイヤルがすごい良くなったよっていう話もしてますね、ずっとね。もうすごい欲しくなってるな。
で、もちろん防水ですよみたいなね、アピールね。あ、ナイキプラスシリーズも今回もあるみたいですね。これが気になってるんですよね。やっぱランニング用っていうことでね、ナイキとのコラボレーションで、アップルウォッチエルメスも継続しますよという話ですね。すっげー高いんだよなこれな。あー、499ドルから。あー、シリーズ3がだいぶ安く感じる値段に、3万円ぐらい。日本も、ドコモ、KDDI、ソフトバンクで、来週出荷、明日注文受付で来週出荷。あれ、値段399ドルって出てるな。ああ、そのセルラー版は499ドルってことかな。じゃあそんな値段上がってないってことですね。それはいいこと。で、まあ最後、Apple Watch の CM 出てますね。やっぱこういうところにも、障害者の、身体障害者の映像とかをすごい出してるっていうのが今っぽいっすよね。義足の人とか、子供からお年寄りまで、様々なこう、運動の形に対応しますよっていう感じですね。このスポーツだけじゃなくて、格闘技とか、ダンスとか、そういうシチュエーションっていうのにも、こう、対応してますよっていうのをアピールするような映像ですね。あ、iPhone 来ました。いや、あんまりどうでもいいんだけどな。なんかその、iPhone X のすごい版と、8の改良版っていうのが出るんじゃないかっていう噂があって、僕はその8の改良版の方に乗り換えるっていうのはちょっとありかなと思ってんですよね。 iPhone X がね、微妙なんですよね、ぶっちゃけ。まあでも結局全画面の表示に慣れちゃったら8に戻るのもしんどいのかな。出た、どうやった、ナンバーワンスマートフォン言うてる。まあでもなんか公式からなんかもう名前がリークしちゃってるんですよね、確かね、今回ね。そう、製品名がね、なんか事前にバレちゃったっていう。あ、まあゴールドが追加されましたよっていうのと、サイズが変わったな、大きいのが出てきてるな。あー、なるほどね。まあ噂通りですね、この画像っていうのも漏れてたやつなんで。これでもあれなんですよね、 iPhone X のディスプレイのインチ表示っていうのはちょっとあれなんですよね、ずるいんですよね。縦横の比が違うから、今更フェイス ID の自慢を改めてしてるっていう感じですもんね。まあもちろんチップがね良くなって処理速度、処理能力が上がってるっていうのは間違いないんですけど、うん、まあ強くなったって感じですかね。色増えて強くなったっていうのと、大きいサイズが増えたというとこでしょうか。これ今までのその通常 iPhone の路線っていうのはどうなるんですかね。なくなるのかな。なんかとりあえずすごいよっていう。いや、こういう話を延々やってるってことはね、そんな大したことないんですよ多分。別にもうそこじゃないもんな。あー、これ結構すごいわ、めっちゃ処理能力上がってるわ。わかんないけどね、6、
600ビリオンから5トリリオンになったっていうのはどんだけすごいのかっていう、全然わからん、わかんないですよね。そう、わからんってコメントありますけど、もうすごいのが超多くなってみたいな、もはやわからんみたいな。まあでもあれなんでしょうね、この基本の部分が変わってないってことは iPhone X のこの行き着いた形にある程度手応えがあるってことなのかな。また来年になったらガラリと変わるんだろうか、どうなんでしょうか。で iPhone のね、あのなんていうんですか、iPhone のその発表会の時のデモンストレーションって結構ねハラハラドキドキなんですよね。 Face ID とかなんかうまく反応しなかったりしてたからな去年。そういうのも面白いんですけどね、 Face ID とか Touch ID とかその簡単にできるでしょっていうのを見せる時にしくじるみたいな、ね、その結構ねもうやる人も手震えてたりとかしてそういうの面白いんですけど、あとはそのやっぱそのプレゼン慣れしてる人とプレゼン慣れしてない人っていうのがいて、なんかすごいこう、あ、練習してきたんだろうなこの人みたいなね、人がねたまに出てくるんですよね。この人も結構ね新キャラですね、あんま見ない人ですね。かなりがっつりがっつりなんかめっちゃ練習してきた感、もう固まってる感ありますねこの人のプレゼン。てか僕の iPhone ね、画面にね、傷入っちゃってるんで、早く変えたいんですよね。もう本当に、不覚だったわ。もうなんか慣れちゃいましたけど、やっぱね、傷入ってんすよね。改めて見ても。なんかね、やっぱその、iPhone、通常の iPhone から iPhone X に変えた2ヶ月ぐらいが、ものすごい、iPhone 落としてたんですよ。そのサイズが変わったっていうことで、微妙ななんかその微妙に持ちきれないサイズになっちゃって、持ちきれないんだけど片手でいけるみたいな、なんかもうなんかもうポロ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 落としてて2ヶ月ぐらい、その間にね結構傷がついちゃって、だからその普通の iPhone から iPhone X に買い替える人は最初の2ヶ月ぐらい気をつけてください。絶妙にこう手に収まらないサイズっていうね、しかもあとその画面が縁まであるからそこ触ると反応しちゃうんですよね。それとかその画面の縁まで絵見たいから、その微妙に持ち方が変わるんでしょう。それでねすごい不安定になってポロ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 落としちゃうんですよ。ああ、初代 iPod しか使ってないし、話が僕もあのファイヤーワイヤー400でつなぐ iPod 持ってましたよ。初代じゃないと思うけど、第2世代とか第3世代くらいの iPod 持ってました。まだあのホイールがね、あのタッチのやつで、でそのホイールの周りにボタンがついてるみたいなやつ使ってました。あ、 iPod についてるゲームゲームついてましたね。あのインベーダーゲームとかついてましたね、確かね。ブロック崩しとかねやってたな。わかんない人いっぱいいるだろうな今ね。もう CPU 自慢はいいから、いや結局もうあれなんですよね、その VR とか AR とかの領域に踏み込んでるから。そうそう、そういうこと、そういうこと。あんまピンとこないですよね、その処理速度の生かし方みたいなのが。ユーザー側の視点だとあんまよく分かんなくて、その開発者側だとちょっとテンション上がるみたいな、そんだけ姿勢の上がったらこういうことできるじゃんみたいなことを思ってる人が多分いるんだと思いますね。でも普通にスマホを日常で使うっていう人にとってはこの性能の向上がどれだけこう恩恵を受けられるものなのかっていうのはちょっと分かんないっていうか、出たあの得意のなんかめっちゃ戦うゲームでグラフィックの綺麗さを自慢するってやつですね。なんかその iPhone の性能を
フルに活かした新しいゲームを紹介するよみたいなことですかね。こういうゲームって日本ででも流行んないですよね。日本はあれですよね、ガチャ引いてカード集めるみたいな、そういうゲームばっかですよね。まあだから音もいいし、絵も綺麗だし、画面もでかいし、すごいだろっていう話ですね。いやー微妙、超微妙。マリオ出てきたみたいな、前回のやつの方が面白かったな。バスケのなんかカメラで映してたら、そのシュートが入ったか入ってないかみたいなのを認識していろいろ分析してくれるみたいな、そんなアプリあるんだ。やば。だからやっぱりその処理能力を生かすのはアプリ次第っていうことですよね。どんだけ面白いアプリ作ってくれるかっていう、そこで初めてその新しい iPhone である意味が生まれるというか、そういう感じですかね。いやでも今回のあれですね、本当に多分あんまりないんだと思う、特筆すべきポイントが。能力、その何スペックが上がったよっていうこと以外に何もないんだと思うんですよ。だからこんななんだよ。またゲームの人出てきたもん。いやーこっからカメラの説明とかあんのか、なげー。わかんないんだよ。しかもね、結構ね、iPhone のカメラって写真を撮るのはいいんだけど、動画撮るのは結構ね、めんどくさい仕様になってるんですよね。なんかね、ダメなんですよね、結構。かゆいところに手が届かないというか。余計なおせっかいが多いんですよね、動画撮影に関して。でも結局スマホのカメラってそれで撮った写真とか撮った動画をスマホで見るわけじゃないですか、そのスマホで。だからカメラの性能とディスプレイの表示性能っていうのはもうセットで考えるべきで、そこが iPhone はねいいんですよね。画面がとりあえず綺麗だから、撮ったやつが綺麗に見えるっていうのがすごい大きいと思う。実際のとこどんぐらいの綺麗さで撮れてるのか分かんないんだけど、 iPhone に撮ったやつを iPhone で見るとすごい綺麗に見えるっていうの、そこがすごいでかいなと思いますね。であとその自撮りがやりづらい、 iPhone は人を撮るのは多分楽しいんですけど、自分で自分を撮るってなった時にできることが結構限られてて、でそのなんか余計なねことが多いですよね。オートでいろんなことやってくれるんだけど、その結果をリアルタイムで確認できないから、自撮りの場合はそうなるとね結構だるいことが多いですね。アップルウォッチどうしようかな、欲しいな、今頑張ってるしな、きっとちょっとお金入ってくるしなとか考えちゃうんだよな。でもすぐ貧乏になるしな、余計なもの買って、絶対もっと自分にとってプラスになるものはあるんだ他に、分かってるんだけど、でも結局無駄遣いが一番楽しいんだ。だからアップルウォッチ買ったらきっと楽しくなるんだ。はあ。てか僕時計つけてないんですよ今。今っていうかもうかれこれ5年ぐらいは多分時計つけてないんですね。だ時計つける生活になるのかっていうね。もう毎日充電してつけるのもめんどくせえやみたいな感じになるんじゃないかという、そういう懸念がね一番あるんですね。値段言って終わりかな。まあでも据え置きじゃないと買わないよねこれはね。これで値上げはありえないでしょ。
だから1100何ドルとかそんなんでしたっけ、1199ドルとかもう忘れちゃいましたけど、なんかすごい高かったっていう印象だけは残ってますけど、 iPhone X 12-13万払ったような気がする。めちゃくちゃだよな、そんなにお金かけるもんじゃないよスマートフォンってって言いながら買ってるんですけど、おかしいよ絶対。携帯電話に10万はありえない。盛り上がってるけど、なんか 100% リニューアブルエナジー、ふぅーとか言ってますけどね、知らんそんなことは。監視もうほんと知ったこっちゃない。どうかな、昔の iPhone はそろそろ買い替えろよっていうことを言ってんのかな。でそこのなんか受け入れ体制はできてますよみたいな話ですかね。これでまたね教育の云々とか言い出したらめんどくせえぞ。ああそろそろ終わるか、さすがに。ん？ワンモア iPhone 言ってるな。なんや。なんだなんだなんだ。なんだこれ。あ、プロダクトレッド？ちゃうな。カメラが一つだから。こっちの方がいいんじゃないの？お、え、これも全画面じゃん。あ、これやばいじゃん。こっちじゃない？こっちじゃないの？本命。これじゃん。これじゃない？いくらいくら？安いの？これがいい。これにしたい。これはだから安い。廉価版ってことでしょうね、多分ね。その iPhone X のシリーズのディスプレイよりは劣るけども、その中ですげえいいやつ使ってるぞみたいなことかな。それとも何 ?X のもっとすごいのかな。そんなことないよな、多分。ああ、でも iPhone X より大きいんだ。それ微妙だな。これ微妙だな。この iPhone X より一回りちっちゃいとこだったら超良かったんだけどな。あと何分で発表終わりですか？わかんないです。だいたい2時間はかからないみたいな感じですね、毎年ね。そろそろ終わりに近づいてると思う。結局値段見たらどういう位置づけかわかるってことでしょうね。でもサイズだな、サイズがでかいのはちょっとな、違うよな。バッテリーライフ、これ大事よ。これすごいバッテリー長持ちするとかだったらありだな。iPhone 8 Plus よりも1時間半、わからない、その比較は。その比較は分かりづらい。まあだからやっぱりこっちは廉価版なんだろうな。サイズがもったいないよな、サイズが押しすぎるな。でかいよなこれは。ちっちゃけん、テンと同じサイズがやや小さければありだったな。値段値段、まあ、最後にまたムービー見せられるのね。出た、ジョニー・アイブ。 iPhone XS Max って、 Max ってどないよそのネーミングセンス。まあでかいけどありかな。10もでかいしな、十分。寝ながらスマホがもう一番強い。
タブレットってやっぱり手軽さはだいぶ落ちる。この大きさがいいと思って作ったってよりは同じ大きさに収められなかったっていう事情だろうな。同じ大きさもしくはそれ以下のサイズに収めるのが難しかったんだろうな。全く会場湧きませんね。ふーんって感じでしょうね。一緒だもんな。iPhone の方、10の方に関してはもう今週オーダー受けて来週から出るということですね。日本もそうですね。眠い。もうなんか白目向きそう。ちょっと寝かけてた今。終わった。もう最近ワンマーシングないですからね。スッと終わるからな。昔はワンモアシングっていうのがありましたからね。まあ眠い。やばい、今寝そうだった。やばい。生配信でもうこんななってるの見せるのはちょっとね恥ずかしい。さすがにアーカイブ残るし。今ちょっとやばかった。今白目見てたかも。終わった。眠いよ。アップルウォッチちょっと欲しいな。あ、終わったな。アップルウォッチ欲しい。アップルウォッチ誰かプレゼントしてください。アップルウォッチがあったら頑張って僕マラソン走るんで。